BA-3 走行車はソビエト連邦の走行車である。1920年代後半の労働赤軍は初の国産走行車である BA-27 と改良型の BA-27M を主力走行車としていたが、これらを近代化した新型走行車の必要性が1930年代に入って間もなく考えられた。 そこで、レニングラードにある、イジョルスキー製作所はまず電気溶接や停車口など、防御面での改良を行い、自らの工場名の頭文字を冠した BAI を、開発、量産に至る。BAI をつなぎとして開発が続けられたのが、BA-3 及び BA-3 の機械的、信頼性向上と軽量化を行った BA、BA-6 である。 基本的な作りは BAI と共通であり、走行圧などもほぼ共通である。BAI との大きな違いとして、当時労能赤軍が主力戦車として運用していた BT 戦車や T-26 の手法である46口径 45mm 戦車砲が採用されている。これは BAI の3 7ト、mm、ル砲同様360度旋回が可能であり、 多摩も、ほぼ同程度車載することができた。時速も最高時速6 3トルと、快速であり、武装の面でも、最新戦車と渡り合えるレベルであったため、BA-3 は当時としては、世界で最も強力な走行車の一つであった。しかし、シャーシは、貨物トラックのものであり、それを、改造なしに用いたため、路外走行時に、 サスペンションが破損するトラブルが相次いだ。またギアも、路外走行に向いた調整がされておらず、エンストが起こりやすかった。初めての実戦は事前に開発された BAI や、後続の BA-6 らと共に、スペイン内戦となった。その他ソ連が初めて連邦外に成立させた、社会主義国である、モンゴル人民共和国にも供与されたとされ、また、 超古本事件にも姿を見せている。老能赤軍自身による本格的な発運用は、ノモンハン事件であり、BA-3 を含む雑多かつ大量の装甲車を持って補給の差でソ連は戦略的には勝利を収める。しかし、ノモンハン事件においては、ソ連の装甲車両の多くは、日本軍の貫通力が低い戦車砲は愚か。 BA-3 などその中でも走行の薄い車両は 7.7mm 重機関銃にさえ耐えきれず多大な損害を出した。これは BA-3 の後続車両である BA-10 なども同様であった。野門藩事件以降も BA-3 などの走行車両の多くは極東方面に配備されていたが1930年代末に ドイツとの関係が怪しくなり、日ソ中立条約が締結されるに伴いたの多くの走行車両とともに、対独戦線に回されるが、独ソ戦が始まると、初期の老農赤軍の稚拙な運用によって、ここでも多くの車両が失われる。しかし、第二次世界大戦を通して運用は続けられ、1945年時点でも10程度が生き残っており、終戦後に、 ようやく正式装備から外された。一両が、クビンカ戦車博物館に現存している。ありがとうございます。